今日はこちらの米田コーヒー店の豆菓子が入っていた袋を使ってステンドグラス風のキーホルダーを作っていきたいと思います。まずはみつりちゃんの方から作っていきます。袋を一旦切って広げます。まずどれくらいの大きさのキーホルダーを作るか直径を決めたいと思います。直径 6.3 センチにします。ちょっととりあえず忘れちゃうのでこれは書いて覚えておいて、そうしたら今度はプラ板を焼いていきます。今回はセリアの透明クラフトプラ板、厚み 0.2 ミリのやつですね。こちらを使っていきます。縦の方向が分かるようにこう書いておいて、7センチ7センチに切ったものを試し焼きしていきます。はい、焼き上がりました。どれくらい小さくなったか測って、横が 2.9 センチ。試し焼きのサイズをもとに型紙を作っていこうと思います。はい、型紙ができました。私はワードで作ってるんですけれども、収縮率の出し方は概要欄に載せておきますので、よかったらご覧になってください。じゃあこの型紙に合わせてプラ板を切っていきます。キーホルダーの金具を通す穴の部分をちゃんと取っておきます。ではこちらに穴を開けていきます。開けました。じゃあこれを焼いていきます。出来上がりました。ちょっとだけ歪んじゃってますけど、でもほぼ綺麗にまん丸にできたんじゃないかと思います。やったー。こっちの部分をちょっと削って、もうちょっと形を整えていこうと思います。はい、削り終わりました。まあいい感じに丸くできたと思います。両面テープを貼ってしまいます。みつりちゃん の周りですね、いらない部分をデザインナイフで切っていきます。できました。ではこちらをコピーしていきます。今度はこれを丸に合わせて縁取りをして切っていくんですが、はい、こんな感じに切り終わりました。ダイソーで買った透明地方紙というものがあるんですけど、これを使ってステンドグラスの部分を作っていきます。先ほど作ったこの下絵に合わせてステンドグラスになる透明千代紙を切っていくような形ですね。これまた線の内側を切っていきます。境界線が分からなくなっちゃう。ちょっとボールペンで透明千代紙切り終わりました。これはちょっと一旦置いといて、次はレジンとかを塗っていくので、レジン台にこのみつりちゃんをこういう形で貼ってきます。先ほどのプラ板を乗せます。レジンを流していきます。この上に
みつりちゃんの袋を貼っていきます。ちょっとここはみ出てるのでここ切ります。よし、オッケー。ここまで来たらもうこの下ではいらないですね。またこの上にレジンをのせて、それでちょっといろいろ飾りをのっけていこうと思います。ハートと桜のメタルパーツをのせていきます。表と裏をぷっくりレジンをのせて完成です。では一気に仕上げてしまいます。ステンドグラス風のみつりちゃん完成しました。次は同じ要領で金尾を作っていきたいと思います。袋を開けるときにこの手の部分がピーって切れてしまったんです。あー大失態。ここはなしでこのお顔の部分だけで作っていきます。残念だけど。ということで金尾の分もできました。では丸カンとキーホルダーのパーツ、ダイソーのキーホルダーのパーツをつけて完成となります。よし、できた。完成です。やった。いい感じに可愛くできました。ちょっと私の失敗で手と蝶々を入れないことにしたので、ここのスペースがだいぶ余ったので急遽ここも2つに2分割にしました。横も2分割にしました。で境目のところはポスカで黒くして、よりステンドグラスっぽくなったのではないでしょうか。ちょっと透かしてみようかな、光に。ということで今日はステンドグラス風のキーホルダーを作ってみました。ちょっとまだね、コメダコーヒー の、 そのパッケージがたくさんあるので、すごいたくさんあるんです、まだ。なのでまた何か思いついたら考えて作ってみようと思います。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。